こんばんは、サブイブラジオです。今日はですね、自衛隊の岐阜県の日野基本射撃場で起こった小銃乱射事件についてお話したいと思っています。これは6月14日の午前ですね、岐阜市にある陸上自衛隊の日野基本射撃場で、実弾訓練中に18歳の自衛官候補生が、指導に当たっていた隊員3人に対して、小銃を、4発撃ちまして、でうち2人52歳と25歳の隊員が、撃たれて亡くなって、でもう1人の別の25歳の隊員が、左足の太ももを撃たれて、怪我をしたという、そんな殺人事件ですね。で今回この事件ですね、昨日今日と盛んに報道されてますので、ここまで分かっていることを紹介したいと思っています。あとはちょっと銃弾のことですよね。今回この犯行に使われた小銃についても少し説明したいなというふうに思っています。事件としてはさっきざっくり言ったところなんですが、6月14日に、岐阜県の日野基本射撃場、これが全長340メーターぐらいの長細いで、横幅は数十メートル、3、40メートルって言ってましたね、長細い、施設でして、で、その片側からですね、この小銃、これ89式 5.56 ミリ小銃という、自衛隊の基本装備、陸上自衛隊の基本装備の小銃なんですけども、これでですね、340メーターぐらい離れたところの的をバキュンバキュンと撃ってですね、常時に撃てるようになりましょうという、訓練中に、その指導で、なんかムカつくわと思ってたのか、ひどいことされたと思ってるのか分かんないですけど、上官、52歳の上官を殺そうと思ったと。でその間に立っていた25歳の隊員、その人が邪魔やったのか、その撃とうとしてるのを止めようとしたのか分からないんですけど、この犯行に及んだ18歳の男はですね、まず25歳の人をバキュンと撃ちまして、次52歳の人をバキュンバキュンと2発撃ってですね、でもう1人25歳の人をバキュンと撃ったという、とんでもないやつなんですけれども、実は今ですね、自衛隊はその防衛費が、GDP 費、日本のですね、日本人全員が稼いだお金っていうのが GDP なんですけど、これが今まで 1% が防衛費やったのが、2% に増額されました。めっちゃざっくり言うと5兆ぐらいのものが10兆近くになったとか、多分そういう理解でいいと思うんですけど、倍増するにあたってですね、もちろん自衛隊員もたくさん取らなあかんということで、たくさんの人を集めています。で今回はその自衛隊員ではなくて自衛隊訓練生だったということですね。自衛隊はですね、18歳から33歳までが、なれるんですけれども、なんで僕ね、40代半ばやからもうなれないんですけど、入ったらですね、まず数ヶ月この訓練生という形で、そのいろいろ厳しい訓練を受けて、でその後、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊に、それぞれ、入っていくという、そんな段取りのまた訓練生であったと、いうことです。で、訓練生であってもですね、特に陸上自衛隊に入りますと基本装備であるこの小銃というのが、もらえると、貸与されるという、貸してくれるということなんですけど、でこれが超基本的な装備品というのがこの89式 5.56 ミリ小銃というやつなんです。見た目はですね、もうほんまに戦争で使われるなんかこう、アサルトライフルってやつなんですけど、もうそのいわゆる兵隊が持っている銃です。全長が1メーターぐらいですね、92センチって言ったかな、なんでかなり大きいです。重さもですね 3.5 キロぐらいあります。で、有効射程は500メーター、すごいですよね、有効射程500メーターですよ。拳銃って、数十メーターじゃないですか、50メーターぐらいしか行ったとしてもなんですけど、これ有効射程
500m です。で、弾自体は1キロ先ぐらいまで飛ぶ、1キロ先ぐらいまではまあ当てれるっていうことらしいです。すごいですよね。で、これマガジン、まあ、弾はですね、これ合計 5.56mm 弾、 5.56×45mm 弾というのが使われてるんですね。これはNATO の新 NATO 弾と言われてまして、まあ、いわゆる NATO ですね、このヨーロッパ連合の基本的な弾薬というふうに言われています。で、日本の銃、日本の自衛隊の銃、これ 89式 5.56mm 小銃、日本の銃なんです。なんですけど、弾はアメリカとかヨーロッパの NATO、 新 NATO の規格と同じものを使いましょうというやつなんですね。で、なんでこんなことになってるかというと、まあ、要はですね、まあ、もし戦争になります、まあ、ウクライナ戦争みたいなの起こってますよね。で、まあ、台湾侵攻みたいなことあるかもしれない。で、まあ、ヨーロッパでも、まあ、ロシアとヨーロッパが喧嘩になるかもしれない時に、お互いにこう弾薬を送り合える、まあ、みたいなことのために、弾薬は同じものを、僕たち味方は使いましょうと。まあ、簡単に言ったらアメリカがメインで採用してるから、まあ、ヨーロッパも日本もそれを採用してるということですね。で、実はですね、この弾薬の、まあ、歴史みたいなことで言うとですね、まあ、この前の NATO 弾というのはもうちょっと大きい弾を使っていました。7.62mm が、まあ、前の NATO 弾でした。この 5.56 とか 7.62mm って何という話なんですけど、まあ、簡単に言ったら弾の太さです。弾の太さ。で、5.56×45mm っていうのが今回、まあ、その訓練で使われた弾なんですけど、前の 5.56 っていうのは弾の太さ。まあ、厳密には銃のですね、弾が出てくるところの穴ですよね。まあ、それの穴の長さなんですけど、まあ、弾の太さって言ってもそんなに間違いじゃない。弾の太さ。で、後ろの 45mm、これまあ 4.5 センチのことですけど、これは薬莢の長さということです。前の 5.56 が弾の太さで、後ろの 45mm っていうのが、薬莢の長さですね。まあ、これチンコで例えると、まあ、分かりやすいんじゃないかなって、まあ、僕は思ってるんです。そのチンコのですね、この仮の部分の太さが 5.56 で、チンコの竿の部分ですね、これが 45mm だと。まあ、弾で一回説明がもう終わったのに、もう一回こうチンコで説明し直すっていうね、どうしてもね、こうこのチンコで説明したら面白いんじゃないかなって思ってしまって、これ今説明してるわけなんですけど、まあ、ちょっと落ち着くために一回ちょっと水飲みます、すいません。やっぱり、うん、弾だけでよかったな。うん、そうですね。まあ、そういう、まあ、弾が使われたということです。ほんで、前はですね、簡単に言ったら、7.62 の太さのものが使われてたけど、今は 5.56。ちょっと弾がですね、まあ、簡単に言ったら細くなった。で、さらに短くなった。まあ、簡単に言うと、昔に比べてですね、弾がちっちゃくなってるんです。で、これはなんでやということなんですね。まあ、その弾がより太い方が威力がある。で、薬莢がより長い方が火薬がたくさん詰めれるから、さらに威力が出る。でも、新しい時代になってきてですね、弾がよりちっちゃくなっているんですね。で、まあ、それはなんでやという話なんですけど、まあ、実はですね、それはですね、その、戦争に対する考え方がちょっと世界的に変わっているということです。1960年代ぐらいから、まあ、その世界的にはこの 7.62mm 弾から 5.56mm 弾に、まあ、ちっちゃくなっていってるんです、弾が。で、なんでかというと、これ、相手を前までは一発で殺すために大きい弾が使われてました。7.6mm 弾なんかパーンって撃たれますとですね、まあ、どこを撃たれてももうそのあたりが爆発したような威力になって、その人は死んでしまうんです。前は相手を殺すつもりだった。それが 5.56mm 弾だと、まあ、もちろん腕なんか撃たれたらですね、腕がちぎれるぐらいの威力があるんですけれども、まあ、要は敵を殺すという目的から、敵を怪我させる目的に、まあ、その銃の弾の役割が変わってきたということなんです。で、実はですね、まあ、戦争で歩兵が銃を撃って敵を殺すとマイナス1ですよね。
なんですけど、敵を怪我させると実はこれマイナス3になるらしいんです。まあ、要は死んだらですね、まあ、味方が死んでしまったら、おい大丈夫かってなるんですけど、あもうダメだ仕方ない、肉敵を倒すババババババってなるんですけど、もし仲間が怪我したら、お大丈夫か、お助けるぞってなって、まあ、2人ぐらいが助けに行く。なので1人を怪我させたらマイナス3でも1人を殺したらマイナス1、だから弾をちっちゃくしてですね、敵を怪我させるっていう、まあ、すごい残酷な戦術に変わっていってるということなんですね。で、まあ、ちなみにですね、まあ、さらにこの防弾チョッキ、まあ、いわゆるアーマーが発達したということから、この 5.56 ミリ弾からですね、まあ、次第に今はですね 6.8 ミリ弾ぐらいになんか大きくなっているそうです。さらになので時代的には弾がちっちゃくなって、今またちょっと大きくなりつつあるという、まあですが日本は まだこのちっちゃい弾を基本装備として使っていると。すいません、ちょっとなんか銃の説明が長くなりました。ちなみにこの89式 5.56 ミリ小銃はですね、1丁27万円ぐらいしますね。まあ、なかなかお高いんですけど、まあ、自衛隊に入ると、まあ、一丁ですね、まあ、自分のものというのでちゃんと手入れしなさいというので貸してくれるということです。で、実は過去にもですね、まあ、同様の事件というのが起こってます。まあ、日本のですね、この自衛隊の弾薬管理っていうのは、まあ、とてもちゃんとしてましてですね、まあ、今回のその18歳の男ですね、まあ、これ事件を起こしたんですけれども、実弾訓練4回目とか言ってましたね。で、まあ、その訓練の時はですね、まあ、自分の銃を持って行ってですね、で弾は向こうの、まあ、教官から借りれるんですけど、まあ、訓練終わった後もですね、その弾と撃った弾の数と薬莢の数がちゃんと合わないと、もう家帰れないと、まあ、いうぐらい、まあ、管理は厳しいと、まあ、いうふうには言われています。まあ、なんですけどね、そのどうしてもまあこういうそのわけわからん人が出てくると、まあ、ちょっとそれは防げないのかなというところです。まあ、ただちょっといろいろ話聞いててへえと思ったのが、その今回の訓練の時もですね、防弾チョッキはまあ、来てなかったということなんで、まあ、もしかしたらこの教官だけでもですね、あの防弾チョッキを着ると、まあ、いうことは、まあ、事故も含めてですね、まあ、事故自体はほとんど起こってないんですけれども、まあ、こういう事件が起こった時に、まあ、命を助けれる、まあ、一つの何だろう、改善策、再発防止策にはなるのかなというのは思いました。で、以前、まあ、あの同様の事件が起こったのが、もう1984年なんで、今からもう40年近く前ですね。これはあの山口県の陸上自衛隊山口駐屯地の射撃場で、当時21歳のですね、まあ、隊員がですね、まあ、実はその上官たちに、まあ、ババババババッと振り向きざまにですね、これはあの今回撃った89式 の、まあ、あの1個前のですね64式小銃というのを、乱射しました。で結果4人が重軽傷を負って、そのうち1人が亡くなってしまった。でさらにこの21歳の二等陸士はですね、まあ、そのままジープで逃走しました。まあ、なんですけど夕方4時40分ぐらいにですね、まあ、山口県で身柄がまあ拘束されたという、まあ、そんな事件があったということです。でこの人もですね、まあ、ちょっとそのもう頭おかしなっちゃってたと、まあ、いうことで、まあ、うつ病、心神喪失状態にあったということで、まあ、起訴がされませんでした。まあ、なんですけど、まあ、今回の18歳の男に関しては、まあ、どういうふうになるかというのはちょっと今分かりません。で18歳は実は今成人ですよね。で、まあ、少年法も改正されてますので、まあ、特定少年というふうに今後なっていくと思います。で、まあ、こういう殺人事件なので、裁判員裁判になると。で重大事件に関しては特定少年というふうに規定されましてですね、その人は名前がですね、まあ、マスコミに知らされると。でまあ、そのマスコミの判断でこの犯人の名前がまあ公開されるかどうかが決まると。なんで、まあ、もうちょっとしたらですね、この人の名前とかですね、プロフィールとかですね、そういうのが出てくるんじゃないかなというふうに思われます。
ただね、これは放送では言わないけどネットでは言うとかですね、なんかそういうなんかこう、まあ、ようわからんこの線引きがマスコミの中ではそれぞれあったりしますので、なんかこう18歳の男と言ったり、まあ、本名が出たりとかですね、ちょっとそんなややこしいことには今後なってくるのかなと。あとそのマスコミによってですね、まあ、どう対応するかは各社が決めれると、まあ、いうことです。で、今回の件ですね、まあ、そのテレビなんかではですね、近くに住宅街もあってですね、まあ、危ないとか、まあ、その住民の人が怖いとか、まあ、そんなことをちょっといろいろ言ったりとかですね、まあ、自衛隊は前にヘリの事故があったりとか、そのセクハラ事件、まあ、みたいなこともあったので、まあ、こう自衛隊良くないぞというようなことがちょっといろいろマスコミの方はですね、まあ、ちょっと騒ぐといいますか、まあ、問題視するというか、まあ、そういう流れはしばらく続くのかなというふうに思っています。まあ、なんですけどね、その数年前に19歳の警察官が確かその警察の派出所でですね、その先輩をの頭をボンと撃ち抜いた拳銃で事件もあったようにですね、まあ、こういうその銃とかを扱う組織の中にもですね、まあ、一定数わけわからんやつっていうのは出てくるので、まあこれに関してはもうしゃあないんじゃないというふうにしか言えないんですよね。まあ、これがちょっとそのなんだろうな、その銃が盗まれて他の犯罪に使われたとか、知らない間に銃がそのなんかこう横流しされてたとか、この銃の管理みたいなところになってくると、まあ僕はかなり問題だなというふうには思うんですけれども、ある意味ちょっと通り魔事件みたいなところだと思うんですよね。で、通り魔事件に関してはですね、まあ、例えば国が悪いとか、そういうふうにはならないんですよね。だからそれと同じで、まあ、自衛隊の中で起こったんですけれども、まあこれはその再発防止策とかあまり自衛隊を責め立てんのもちょっと難しいんじゃないかなと個人的には感じております。まあ、ただね、現段階でそうというだけであって、まあ、今後新たな情報が出てくるかもしんないですね。その辺はちょっと注目したいなというふうに思っています。そんなところですね。はい。今日はですね、6月の14日に、岐阜県の自衛隊日野基本射撃場で起こった小銃乱射事件についてお話をさせていただきました。ありがとうございます。